ですよ、リハーサルなんですよ。2時間ぐらい待ってて、本当？ずっと待ってたの？ハッピーチさん、クマの風船ありがとうございます。香港のジャッキーさん、とクマのバケットありがとうございます。ボヤキーさん、ポップコーンありがとうございます。ノッチさん、ハートありがとうございます。ゆうゆうさん、ポップコーンありがとうございます。おー、大くん、ハートありがとうございます。くぼちさん、きのこありがとうございます。後藤さん、くまありがとうございます。洗濯物干しながら待ってたの、かわいい。乾いた？レニア、星ありがとうございます。ノッチさん、ハートありがとうございます。アスカニヒジさん、ポップコーンありがとうございます。いろんな子の配信回りながら待ってたんだ。何人行ったの？レニア、クマの風船ありがとうございます。ヨウタロウさん、キノコありがとうございます。マサルさん、ハートありがとうございます。昨日来れなくて今日は待機してます。早かった、間に合いましたね。アスカニヒジさん、ハートありがとうございます。なんかね、今日の TikTok はカッコつける音源っていうやつで、てててて、チャーラーの時になんかかっこいい表情をするみたいなやつで、頑張ってかっこいいのしたんですけど、お母さんに見せたらめっちゃ笑ってました。これ笑わないで見れないんだけどって。アリサちゃん、クマありがとうございます。ね、カレンレンがコメントしてくれてました。あと5分で休憩終わっちゃう。休憩、ゆっくり休んでね。優しい休憩時間に見てくれて。いっぱい寝て、あ、いっぱい頑張ってください。明日って、明後日テストなの？頑張ってね。明後日テスト辛いけど、終わったらね、いっぱいご褒美してください。頑張ってね。せいじさん、ハートありがとうございます。じいじりんもんさん、ハートありがとうございます。ちかくさん、お花ありがとうございます。そうですね、昨日今日はパソコンのデータが消えてしまって、パソコン結構焦りました。かまちゃん倒れてる。今日はそのなんかパソコンのでレポートを書かなきゃいけなくて、そのパソコンがめっちゃ難しくて、なんか図とかを書かなきゃいけなくて、すごい難しいんですよね。なんかグラフとかを書かなきゃいけなくて、めっちゃ難しくて、本当になんかそのレポート提出までに3時間あって、今まで授業で、で大体みんな終わってるんですけど、私は今日の時点で1ページしかまだ終わってなかったんですよ。めっちゃ頑張ってちゃんと授業も出席してめっちゃ頑張ってしたんですけど、本当に遅くて、パソコンが、しかもすごい下手くそで、図を書くのが何回もやり直してたらまだ1ページしか進んでなくて、で今日は2ページ目からしようと思ってたんですよ。でもなんかパソコン開いてカチカチしてたらデータ消えちゃって、なんか復元できなかったんですよ。なんかそれでギャーってなってで友達と一緒に、友達はその確認をしに来てたんですよ。終わってたけど、なんか一旦確認してみようってことで来てて、で私がやばい消えちゃったって言ったら、3人でパソコンしてたんですけど、その2人が手伝ってくれて、ずっともう優しかったの。2人が手伝ってくれて3人がかりでしたんですけど、でも私が本当に打つのが遅くて、友達が最初はあのこうだよって教えてくれてたんですけど、本当に打つのが遅いし、ちょっと下手くそなので、
森崎は読み上げてって言ってくれて、もう X がなんだっけデルタ分のなんとかとかずっと読み上げてて、友達が打ってくれてめっちゃ優しかったんです。でもそれでも終わらなかったんですよ。それでもその授業の合間にしたんですけど終わらなくて、でまあその2人の友達は授業行っちゃって、で私がまた困ってたんですよねそしたら他の友達が困ってるんだよねっていうのをなんか言ったらまた手伝ってくれて他の友達が、そしてもう2時間ぐらいまた一緒にしてくれてやっと終わりました。本当にねみんなの優しさに助けられました。3人手伝ってもらっちゃった。でその手伝ってくれた子にチョコを買ったんですけど、後から手伝ってくれた子に何が欲しいって聞いたらポッキーって言ったので、やっぱポッキーの日だからねポッキーをあげました。でも全然ポッキーじゃ足りないぐらい本当にしてもらったんですけど、ポッキーの日でポッキーを渡しましたポッキーの日なの忘れてた。私はそれでポッキーは食べなかったけど、スタバのジンジャーブレッドラテを買いました。それで今日のリハーサル、明日のリハーサルは頑張ろうと思って夜頑張ります。それを飲みながら、本当にねパソコンは難しいんですよね。なんか本当にね遅いんですよタイピングが。そして本当にね間違えて作っちゃうんですよね。なんか描画キャンパスとかを作んなきゃいけなくて難しいんですよね。めちゃくちゃスマホ打つのは早いんですけどね、ローマ字がなかなか難しくて難しいんですよね。本当にこんな感じ、あ、い、だ、だって感じ。そう、なんか学校のパソコンでしかできない授業でパソコン教室に行かなきゃいけないんですよ。だからそれもめんどくさいのにわざわざ友達が来てくれて優しい。しかもその後から来てくれた友達は授業、自分の授業をサボってまで来てくれて、もうなんて優しいのと思って、本当にやばいですよね。私もいつか恩返しをしたいんですけど、本当になかなか何もできることがなくてちょっとできる教科を作りたいんですよね。本当に優しい、自分の授業をサボって来てくれたんですよ。なんかまだ全然大丈夫だからって来てくれて優しかったです。本当に高校の時もなんですけど、全部高校の友達なんですけど、やっぱり高校の友達って本当に優しくて、高校の頃から私が結構できないのを知ってるので助けてくれました。しかもなんか普通ちょっと絶対イライラするんですよ、私めっちゃ遅いから。なのになんか面白いって言ってくれて、楽しかったって言ってくれて、本当に優しいと思いました絶対にさイライラするじゃんめっちゃ遅いから。なのにさ本当に優しい、なんて優しい友達が来てくれたんだろうって思いました。本当にね友達はなんか高校の頃の友達が本当に優しすぎてなんか甘えちゃいます大学の友達もいいんですけど、やっぱり高校から知ってる人ってやっぱ優しいなって思います。ありさちゃんハートありがとうございます。本当に得意なことを探し中ですなんか手伝いたいので何かできるんだろうね、難しいよね。なんかね本当にねちょっとなんか考えてみようなんかジムをねちょっとね
あんまりだしね、計算も遅いしな。まあでもなんかあるよねきっと。だからいっぱいいろんな授業を取ってちょっと頑張りたいと思います。やふみチャンネルさん音波ありがとうございます。あいちゃんハートありがとうございます。肩もみか、確かにそういうね勉強以外のことでなんかできたらいいよね。勉強をねなんかあるかもしれないんですけどできたらいいですよね。水猫さんハートありがとうございます。ゆうゆうさんハートありがとうございます。パフォーマンス、そうだね、パフォーマンスとかもね。早いわ。ちょっと明日と明後日はまで許してください。明日と明後日が終われば一旦ね落ち着くので、明日と明後日を頑張らなきゃいけないですね。え、今日暑かったよね。めっちゃ暑くて、私今日この下になんかヒートテックみたいなの着てたんですけど、暑すぎて途中で脱ぎました。めっちゃ暑かった今日。しかももうパソコンで焦ってたからめっちゃ汗かいてた。こうやって暑かった。今日はなんかあったかな他に。なんもなかったな。本当にパソコンに追われてる一日でしたね。そしてジンジャーブレッドラテを飲んでって感じですね。でもジンジャーブレッドラテをソイに変更してみました。ソイに変更したな。あとは夜ご飯があれだったな、なんだっけ、なんとか好きみたいなさ、お肉、なんだったっけ忘れちゃった。結構有名な、なんとか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 、なんだっけ忘れちゃったな。あ、こうやってかぶりつくやつ、なんだったっけ忘れちゃったわ。そう、今日スカート履いていったんですよ。あ、スペアリブ、そうスペアリブです、スペアリブでした。今日は久しぶりにスカートを履いていったんですよ。メールでも言ったけど、これに白のスカートを履いていったんですね。そしたらプリンセスみたいって言ってくれたんですけど、友達はママにプリンセスって言われたって言ったら、全然プリンセスじゃないって言われました。どこがやねんって。そうですね、ちょっと本当にスカートを履かないんですけど、最近はなんか入って気分で履いていきました。でもね、この服初めて着たんですけど、かわいい。袖にがリボンになってる。プリンセスだよね。そう、ロングスカートを履いていきました。珍しく。ね、結構プリンセスなのにね、服。プリンセスが焦ってましたね。平治さんが長い体験。時間がない日に日でごめんなさい。ありがとう、来てくれてちょっとなのに。と13位がせいじさん、せいじさんありがとうございます。固まった。13位がせいじさん、ありがとうございます。せいじさん確かここ店に来てくれるんですよね。ユニットは何でしょうね。結構いっぱいユニットしてるので楽しみにしててください。ありがとう。12位がいっちーさん、いっちーさんありがとうございます。いっちーさんありがとうね。なんかいっちーさんのキティちゃんをめっちゃ覚えてて、いつも頭の中に出てきます。キティちゃんのいっちーさんがありがとうね、来てくれて。11位がまさるさん、まさるさんありがとうございます。まさるさんも最近めっちゃ
X とかでメール返信かな、してくれてありがとね、いつも見てます、ありがとう、来てくれて。あ、ランキングがめっちゃ変わっちゃった、みたわ、めっちゃではないか。おおおおお、読んだ読んだ。11位からか。11位がちーさん、ちーさんありがとうございます、ありがとね、来てくれて。今度連番いつ来るか分かったら教えてね、ちょっとたくさん見ます、ありがとう、来てくれて。10位がフランさん、フランさんありがとうございます、フランさんもいつも来てくれてありがとね、たくさん来てくれてるからちょっと私のことをたくさん知ってください私もたくさん知りたいので、また会おうね、ありがとう。9位がゆうゆうさん、ゆうゆうさんありがとうございます、ゆうゆうさんはよく TikTok をめっちゃ見てるのが早い気がする、いつも結構早くコメントしてくれて、ゆうゆうさんだって思ってます、ありがとう。8位がジージリーモーさん、ありがとうございます、おむすび今日の分とか見てないな、またちょっと語りましょう、お話し会とかで来てねありがとう。7位があすかにしんしんさん、ありがとうございます、あすかにしんしんさんもいつも見てくれてありがとね。お、明日行けたらサイラ行ってみる、え、行ってみてね、楽しみにしてるね、美味しいからね、ありがとう。マサルさん読みましたね、ありがとうございます。声がレイニアありさき大好きさん、ありがとうございます、レイニアいつも来てくれてありがとね。ちょっとね、私他にも福岡の美味しいところをレイニアに教えたいので、またちょっと考えてみる、美味しいところ、また来てね、ありがとう。4位がありさちゃん、ありさちゃんありがとうございます、体調大丈夫、たくさんお薬飲んで熱さまししてたくさん休んでね、来てくれてありがとうね、体調悪いのに、ありがとう。3位が香港のジャッキーさん、ありがとうございます、いつも来てくれてありがとね、なんか顔を思い出してきた気がする、元から覚えてるけど、確か来てくれたよね、お話し会とか、リハ頑張るね、ありがとう、ハート。2位が後藤さん、ジャッキーさんありがとうございます、後藤さんもいつも来てくれてありがとね、本当になんか安心する存在なので、また会えるの楽しみにしてるね、この前嬉しかったよ、ありがとう、ハート。1位はハッピーチキョウ、味噌ラーメン食べたさん、ありがとうございます、味噌ラーメン美味しいよね、私札幌ラーメンみたいなやつのインスタントラーメンが好き、こういう袋に入ってる、食べてみてね、ありがとう、来てくれて、ハート。じゃあ皆さん本当に本当にめっちゃ短かったんですけど、来てくれてありがとうございました。また明日と明後日がね、ちょっと結構な山場なんですけど、またちょっと時間を見つけて配信するので、ぜひ来てください。お、お疲れ、仕事今終わってきてくれ、また明日会いましょう。ちょっとリハーサルの練習頑張ってきます、みんなもなんか頑張ってね、いろいろきっとあるので、家事とか仕事とか勉強とかいっぱい頑張ってください。お風呂入るのもきついよね、私も今からお風呂入るので、ちょっと頑張って入りましょうじゃあみんなおやすみ、またね、来てくれてありがとう、バイバーイ。